日蓮大聖人様のご一生。私たち日蓮聖宗では、宗祖日蓮大聖人様を末法にご出現したただ一人の仏様と仰ぎます。それは大聖人様のご一生がお釈迦様の予言した末法の仏様通りのお振る舞いだったからです。それでは大聖人様のご一生とはどんなご一生だったのでしょうか。これから順を追ってご紹介したいと思います。宗祖日蓮大聖人様は今から約780年前1222年の2月16日のちょうど昼頃、今の千葉県にある天津小湊町というところにお生まれになりました。その時は海辺に青いレンゲの花が咲いたり、地面から湧き水が出るなど、すごく変わった現象があったと言い伝えられております。大聖人様の小さい時の名は善日丸と言います。お父様お母様のもとで成長された善日丸は、12歳になった時、家からほど近い清浄寺というお寺に、日本で一番の僧侶を目指して学問を習いに行きました。それから4年間、いろいろな学問を勉強された善日丸は、16歳になった時、一切の人たちを救おうと自ら僧侶になる決意をし、名前を是正坊蓮長と変えました。しかしこの頃はすでに師匠の道禅坊や先輩僧侶の義丈坊常見坊も蓮長に教えるものはなく、蓮長はひたすら清浄寺にある難しい書物を読むだけでありました。17歳になった蓮長は、すでに清浄寺には読むべき書物もなく、ただひたすら虚空蔵菩薩に日本第一の僧侶となしたまえと祈願する日々でありました。そして蓮長はさらに多くの学問や仏法を勉強するために、当時の都であった鎌倉で4年間勉強をし、さらに一番難しい法華経を勉強するために、当時の仏教の中心地とも言うべき今の滋賀県というところにある比叡山の延暦寺というお寺に向かいました。比叡山の延暦寺は、蓮行大師最澄という僧侶が時の天皇であった桓武天皇の願いにより建てられた法華経を中心とするお寺であり、当時最も大きな寺院で、日本中からたくさんの僧侶が勉強に来ておりました。蓮長の目的は仏教の根本である法華経を勉強することでありました。しかし蓮行大師の教えを忘れ、法華経以外の教えを使用する比叡山の僧侶たちを見て蓮長は厳しく非難いたしました。こうして蓮長の仏法への熱意と名前は次第に有名になってゆきました。その後3年間比叡山にて勉強を重ねた蓮長は法華経を完全に収めました。蓮長は25歳の時、一旦比叡山を掘り、奈良や京都に行き、たくさんのお寺を巡り、またいろいろな人たちと会い、仏教だけではなく儒教、和歌、書道までも勉強いたしました。蓮長は12歳の時から32歳までの20年間ただひたすら仏法の勉強をし、ついに法華経の根本を悟りました。そして、生まれ故郷である千葉県の小湊の両親のもとへ帰ってきました。立派になって帰ってきた蓮長を見て、父や母は大変喜びました。そして、自分こそが末法の法華経の行者であると、深く悟った蓮長は、建長5年4月28日早朝、清澄山の頂に登り、今まさに登り来る朝日に向かい、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経と力強くお題目を唱えました。
この日がいわゆる修士を建立した日です。法恩省に日蓮が慈悲広大ならば、南明法蓮華経は万年のほか、未来までも流るべしと仰せられ、大聖人様は32歳にして初めて南明法蓮華経の大法を全世界に向け、全人類に向け唱えられ、そして名前も日蓮と改めました。そしてこの日のお昼から清張寺の持仏堂において初めて妙法交付の御説法を行いました。その内容は当時流行していた念仏宗や禅宗、浄土宗などは間違った教えであり、本当の仏様の教えではなく、真の幸せになれる教えではないことをとうとうとご説法されました。すると、それを聞いていた人々は一同びっくりし、また熱心な念仏の信者だった東條景信という地元の権力者は、なんとその場で大聖人様を殺そうとまでしました。とりあえずその場の難を避け、清張寺を脱出した大聖人様は一旦は家に帰り、両親を釈服した後、妙法交付の大願を抱いて当時の都である鎌倉へ旅立ちました。鎌倉に入られた大聖人様は街角に立って、念仏は無間地獄に落ちる教えである、禅宗は悪魔の教えであると道行く人に訴え、間違った宗教が人を不幸にすることを説いて回りました。これが有名な辻説法です。しかし、それを聞いた街行く人たちは皆大聖人様の悪口を言い、挙句の果てには石を投げつける人たちまで現れてきました。当時の日本の国は大地震が起きたり、雨が降らず作物が取れなかったり、病気が流行ったりと大変な時代でした。その様子を見た大聖人様は、それらの原因はすべて間違った教えにあるとの確信から、今の静岡県富士市にある実相寺というお寺に行かれ、もう一度経典を調べました。そうして大聖人様は、世の中が乱れるのは誤った宗教が原因であるとの結論から、立正安国論という書物を著し、時の幕府の権力者に送りました。その内容は、世の中に災難が起こるのは人々が妙法に背き、間違った教えを信仰しているからであり、このまま間違った信仰を続けると、次は次回翻逆の難といって仲間同士の殺し合いが始まり、その次は他国侵筆の難という外国より攻撃される難が起こるであろうと予言なされました。しかし、それを聞いた禅宗、念仏宗、立宗などの僧侶や幕府の権力者たちは大変怒り、大聖人様を殺そうと計画しました。そして文王元年8月27日の夜、念仏宗の一団が大聖人様のお住まいになんと数千人で襲いかかったのでした。しかし、不思議なことに数千人もの敵に囲まれていたにもかかわらず、大聖人様はかすり傷一つ負うこともなく、お住まいから脱出することができたのです。一時難を逃れた大聖人様は、次の年の春再び鎌倉に戻り、法華経を広め始めました。がしかし、すぐに幕府の役人の目のつくところとなり、今度は捕らえられ、伊豆の伊東というところに船で流されてしまいました。長い時間体を縛られ、食べ物も水も与えられず、船で運ばれ、そして誰も知らないところに降ろされました。今度は幕府の役人たちは大聖人様を自然の力で殺そうと計画したのです。まさに夕闇が迫り、夜になろうとした時です。近くを船で通りかかった船森弥三郎という漁師が
大聖人様を発見し、無事助け出したのです。ここでも大聖人様は難を逃れることができたのです。その後、船堀弥三郎夫婦は1ヶ月間も大聖人様のお世話をしたと言われております。それから後、幕府より許された大聖人様は、一旦は生まれ故郷の小湊にお帰りになりました。清澄山にて初めてお題目を唱えて以来、実に12年ぶりのことでした。12年間も故郷に帰れなかったのは、地元の念仏者たちが大聖人様を殺そうと、お命を狙っていたからです。そして大聖人様が家に帰った時です。お母様は病気にかかっておりました。病気は重く、今にも死にそうです。しかし大聖人様は心を込めて母の病気の回復をお祈りいたしました。するとお母様の病気は立ちどころに治り、それから4年も長生きをいたしました。その後、生まれ故郷にとどまった大聖人様は、付近一帯を釈服して回りました。しかしそれを聞いた地頭の東條景信は、早速家来や念仏衆の者たち数百人で、大聖人様を殺そうと襲いかかりました。この時一緒にいたお弟子さんや信者さん2人が殺され、大聖人様も額を切られ、手を骨折するなど大怪我をしましたが、不思議にもまたこの難を逃れることができたのです。文永8年の5月頃から日本全国に雨が降らなくなり、作物が育たなくなりました。このままでは人々がたくさん死んでしまうので、幕府は良寛というお坊さんに雨乞いの祈りを命じました。良寛は大聖人様の命を狙う立宗という宗教のお坊さんです。大聖人様はいい機会なので、どちらの祈りで雨が降るか雨乞いの勝負を良寛に申し込みました。結果は当然大聖人様の勝ちでした。大聖人様が祈ると立ちどころに雨が降りました。しかし良寛が祈ると雨はおろか、さらに日照りが強くなり大風が吹き荒れるという始末でした。雨乞いの勝負に負けた良寛の気はすみません。直ちに門中所、今でいう裁判所のようなところに行き、大聖人様が悪人であるという嘘の訴えをしました。それを聞いた幕府の役人である兵の西門之丞は、直ちに300人以上の兵士を率いて大聖人様のお住まいに押し寄せて捕まえに行きました。その時兵士たちは大聖人様のお住まいで大暴れをし、大事な法華経を足で踏みつけたり、あるいはその法華経で大聖人様の頭を殴る者まで現れ、最後に大聖人様を縄で縛ってしまいました。兵の左衛門の丞はその日のうちに大聖人様の首を切ろうと、武装した兵士たちを使い、辰の口という処刑場へ連れて行きました。今度は処刑場で大聖人様の首を切ろうとしたのです。その処刑場に行く途中にある八幡神社の前に来た時です。大聖人様は大きな声で、八幡大菩薩は本当の神か、日蓮は日本一の法華経の行者である、今夜私が首を切られあの世に行ったならば、まず八幡大菩薩は法華経の行者を守らなかったとお釈迦様に申し上げると叫びました。そしていよいよ一行が処刑所に着き、大聖人様の首を切ろうとした時です。突然月のような光り物が大聖人様の頭の上に飛んできました。刀を振りかざした役人はその場に倒れてしまい、大聖人様を切ることができません。周りにいた人たちも皆怖くて逃げ出すという始末です。そしてとうとう誰一人として
大聖人様の首を切ることができなかったのです。大聖人様の首を切ることができなかった幕府は、今度は寒い北国にある佐渡島というところに島流しにすることにしました。当時佐渡島に連れて行かれるということは死を意味していました。今と違って暖房もなく、食べ物も少なく、着るものもないため、ほとんどの人が凍え死んでしまうのです。しかし大聖人様は塚原の三枚堂という小さなお堂の中で毎日唱題を重ね、法華経の重要な教えを信者さんたちにお手紙にして書いておりました。するとそれを聞きつけた念仏宗の僧たちが大聖人様を訪問で打ち負かそうと、数百人が大聖人様のお住まいである塚原の小さなお堂の前に集まってきました。しかし誰一人として大聖人様を打ち負かすことができず、挙句の果てにはその場で念仏の信仰をやめるという人、大聖人様のお弟子さんになるという人まで出てきて、大聖人様の教えの正しさがまたここでも証明されました。その頃から四条金吾など鎌倉にいる信者たちが、はるか遠い佐渡島にいる大聖人様のもとへ訪れるようになりました。音御前親子などは女性でありながら、小さな子を連れて野を越え、山を越え、谷を越えて、海を越えて、はるばる大聖人様のもとへやってきました。そんな母親に対し大聖人様は日妙聖人という異例の聖人号を授けました。その後文永11年の年が明け、ますます世の中が混乱するのを見て、幕府の権力者は大聖人様の予言が当たっていることに驚き、急遽大聖人様を許すことになりました。許されて鎌倉の都に戻られた大聖人様は、幕府の権力者に対し3回目の国家勧業を行い、直ちに邪習を捨て法宝の教えをやめ、この妙法を信仰しなければならないことを強く主張しました。がしかし結局3度目も幕府に用いられることにはなりませんでした。幕府に対し3度にも及ぶ諌めも聞き入れられなかった大聖人様は、昔からのしきたりに習い、人里離れた身延山の山奥に移り住むことにしました。その理由は、父母師匠仏法僧の参謀と国への恩を報ずるために、度胸正大に専念するため、今までご自身が広めてきた大切な教えを書物にして残しておくため、お弟子さんを育てるため、本門開壇の大御本尊様を建立するため、以上の4つが大きな理由です。特に4番目の本門開壇の大御本尊様を建立することは、末法における人々を永遠に救う一番大切な目的だったのです。またお弟子さんの育成も次に大切なことでした。一時期にはお弟子さんが100人以上いる時もありましたが、大聖人様は1に信、2に行、3に学を根本に、厳しくお弟子さんたちを育てていきました。そして弘安2年10月12日、ついに大聖人様は出世の本願であった本門開壇の大御本尊様を建立なされました。この御本尊様は全世界の人を救済する一番根本の御本尊様です。大聖人様は信者の方に、日蓮の命を墨に染め流して書いたのであるから信じて守っていきなさいと仰せになり、ご本尊様を私の分身のように思って信じていきなさいとお教えくださっております。
出世の本懐を遂げられた大聖人様は、いよいよご自身の亡き後を引き継ぐお弟子さんを選ぶことになりました。大聖人様はたくさんいるお弟子さんの中から日光聖人様をお選びになりました。日光聖人様は13歳の時から大聖人様のお弟子さんとなり、以来20数年にわたり大聖人様に片時も離れずお世話をしてきたお弟子さんです。指定不二の上からも日光聖人様より他に大聖人様の教えを継ぐ方はいらっしゃらなかったのです。この妙法を日光聖人様に授与なされた大聖人様は、弘安5年9月今の茨城県にある日立の温泉へご病気の治療のためにお出かけになりました。その途中、信者であった池上宗仲の家にお寄りした10月13日午前8時ごろ、安生としてご入滅されたのでした。その時突然大地が震動し、時ならぬ桜の花が一斉に咲き誇ったと言われております。大聖人様のご一生を駆け足で紹介してきましたが、このように大聖人様のご一生は法難に次ぐ法難の連続でありました。松葉ヶ谷のお住まいを焼かれ、伊豆の伊東に流され、小松原にて襲われ、辰の口にて首を切られそうになり、その後寒さの厳しい佐渡島に流されるなど、大きな法難は4度、その他小さな難は数を数えきれないくらいあったと言われております。また大聖人様が予言した外国から攻められるという他国侵蔽の難も見事的中し、蒙古という大きな国が二度も日本に攻めてきました。このように大聖人様の振る舞いは、法華経に書かれた通りの末法にご出現の仏様のお振る舞いそのものだったのです。それゆえに私たち日蓮召集では、日蓮大聖人様ただお一人を末法のご本仏と拝し奉り、また本門階段の大御本尊様を大聖人様ご自身と思って拝するのです。以来700数十年、日蓮大聖人様の教えは日光聖人様より日目聖人様へ、日目聖人様より日堂聖人様へと伝えられ、現在の芸家様まで富士大石寺においてずっと守られ、そして受け継がれてきております。法華経の良い子の皆さんも、宗祖日蓮大聖人様が残された尊い教えを素直に信じ、どこまでも正しく伝えていってください。